こんにちは、福友です。今年も Adobe Max がやってきました。そんな Adobe Max で私が一番楽しみにしていたのが iPad 版のイラストレーターです。今日はそんな新登場した iPad 版イラストレーターの機能をザザザッとご説明していきます。では、行ってみよう。それでは早速イラストレーターを立ち上げます。左下の新規作成をタップしまして、カスタムサイズでお好きなサイズを設定してください。設定できたらファイルを作成をタップです。そうするとこんな感じでアートボード1っていうのが表示されています。これが作業スペースだと思ってもらえれば OK です。で、一つのファイルの中にこのアートボードいくつも設定できますので、こんな感じで下のプラスボタンをタップすることでアートボードを複数作成することができます。それではまずはアートボード1に書いていきます。鉛筆ツールを使って書きます。こんな感じで適当に描いてみると、簡単にベクターイラストを描くことができます。ポイントの部分は選択ツールを使うとこんな感じで形を変形させることもできます。でもたくさんポイントがあるとなかなか扱いづらいベクターイラストとなってしまいますので、それを変更する場合には滑らかさの数値を高くしてあげてください。今回は8に設定します。この状態で同じように描いていくと、今度はポイントの少ないシンプルなベクターイラストを描くことができます。またまた鉛筆ツールで描いていきます。今度は縁の色を濃いピンク色に設定しまして、続いて中の塗りの色は薄いピンク色に設定します。で、この状態でこんな感じで描いていきます。で、線の太さを変更したいので、3本線のところをタップしてから横にスライドさせますと、こんな感じで線の幅を変更することができます。線の幅変更できましたら、太さを変えたくないので、オブジェクトの中からパスのアウトラインを作成を選びます。こうすることによって線の幅変わらないようになるので、この状態で使っていきます。一番下のリピートの中にある今度はラジアルというものを選びます。そうすると簡単にお花のようなものを描くことができました。花びらの枚数は右側にある矢印を上下に移動することによって変更することができます。上にある丸をタップして移動させるとこんな感じで模様を簡単に変更することができます。自由自在に動かせるので、これをいじってるだけでも楽しいです。今度は塗りの部分を水色に設定して線はなしで描いていきます。塗りの部分を選択してグラデーションをタップします。そうするとこんな感じでグラデーションのパターンを選択することができます。円のようなグラデーションだったり、まっすぐのグラデーションや斜めのグラデーションなどなど選択することができるので、お好みのものを選んでください。色を変えたい場合は色を変えたい部分をタップしてから変えたい色を選択してください。同じように今度は白い部分をタップして色を選択して変更していきます。そうするとこんな感じで青の羽のようなものが描けました。この状態で右下にあるリピートを選択しまして、その中からミラーを選びます。そうするとどうでしょう、こんな感じでパッと簡単に羽のようなものを描くことができました。さらに図形を描いてみましょう。図形の丸を選びまして、何個か作るので右下にあるプラスボタンで複製をしながら3つの丸を描きました。この状態で
シェイプを結合というのをタップすると、こんな感じでどういう結合の仕方をするか、イラストのイメージがついたボタンがありますので、その中から中窓というものを選びます。そうするとこんな感じでちょっと和柄のような模様ができます。サイズを変更したら今度はリピートの中のグリッドを選びます。そうすると、はい、こんな感じで模様が完成しました。リピートで作った模様はこんな感じで間隔を変えることもできますし、位置を移動させることもできます。さらにプロパティの下の方にあるグリッドの種類を変更すると、こんな感じでパターンの変更をすることもできます。模様を小さくしたいときは全体を小さくしてから広げるとこんな感じで細かい模様も作れます。こういう風呂敷ありそうですよね。簡単にできるので試してみてください。ちなみにこのリピートは写真などでも使うことができます。今回は私のキャラクターであるワニさんをリピートしてみたいと思います。リピートの中にあるグリッドを選択します。そうするとこんな感じでワニの画像もリピートされた状態になりました。もちろん余白を変更することもできますし、グリッドの種類も変更できます。簡単に自分のイラストを使って模様を作ることができます。さらに作った模様はクリッピングマスクすることもできますので、図形を描きまして、2つを選択した状態でオブジェクトの中にあるクリッピングマスクを作成をタップします。そうするとこんな感じで簡単に丸にくり抜くことができます。このクリッピングマスク、写真にも使うと便利です。こちら私の昔の写真なんですけど、ペンツールを使って切り抜きたいところの線を引いていきます。このペンツール、点と点をつなぐ形で描くことができるので、切り抜きたいところの角をこんな感じでタップして点と点をつないでいきます。画像と描いた線を選択しまして、オブジェクトの中のクリッピングマスクを作成を選びます。そうするとこんな感じで簡単に画像を切り抜くことができました。せっかくなのでテキストも入れていきましょう。Adobe のユーザーさんであればこんな感じでフォントもたくさん使うことができます。自分の好みのフォントを選んだらサイズを変更して、お好みの位置に配置します。配置ができたら選択した状態で真ん中のボタンを選ぶと、こんな感じでスライドすることによって重ね順を変更することもできます。今回は文字を下の方に配置しましょう。で、色を画像の中から抽出して完成です。こんな感じで誰でも簡単に画像を使ったアートを楽しめますので、ぜひ試してみてください。iPad でここまで本格的にイラストレーターが使えるようになったということで、もうこれからはさらにデザインのお仕事でも iPad が活躍するんじゃないかとワクワクしております。皆さんもぜひ iPad 版イラストレーター試してみてください。ではまたお会いしましょう。以上、ぷくともでした。バイバーイ。